エコスポーツ tv をご覧の皆様どうも最近家飲みが続いて全く体重が減らないドブルサジアムの荒川地ですはい、えー、今日はですね新商品のご案内ではないんですが、えー、ペナルティのですねランニングシューズのご紹介をさせていただきます、えー、ジンガネオですねはいこちらは安定したまあ、あの売り上げとお問い合わせが多い商品なんですがえっ、ー、とまあもともとあのアジアの岡山さん の、えー、ユニフォームスポンサーのペナルティーということもあったり、まあ、あのスタッフさんもよくアジアの岡山の、あのー、ご購入で来られるので、えー、と在庫は置いてるんですがこちらのご紹介をさせていただこうと思います。はい、でえー、っとですね、まあ、ランニングシューズまあナイロンとかメッシュとか使うことが多いと思うんですが、まあ、この厚手のです、ね、この,ないあのメッシュニットのようなですね硬い 素材がまあメインでこの先をこの光ってるところですねコーティングしてありますねちょっとまあ変わった作りにはなってるんですが全足部はでえっ、ー、とまあぶれないようにこの辺をそうですね人工の皮で補強しているような形ですねとこのインソールが低反発の柔らかい素材のインソールが入ってますでソールはちょっと厚めですねはいアウトソールこんな感じですね はい、ちょっと足入れてみたいいと思います私普段26.5ランニングシューズ履くんですけどこちらちょっと25.5でも履けるのでちょっと履いてみたいと思いますはいよいしサイズで言ったらちょっときついんですけど先は幅は大丈夫ですねなので、まあ、モデル的には幅が広いんじゃないのかなとこのランニングシューズは思いますはいまあソールもクッションがかかとにあって まあ、かかとの方が厚いんで、まあ、前に行く比べて薄くなっていくんではい動きやすくなってますね履き心地も、まあ、履いて重たいっていう感触もないですしはい履きやすいランニングシューズじゃないのかなとまあ、ランニングも使えますし移動でも使えますのではい、まあ、黒色の方が黒グレーの方が人気ですねはいなので是非皆さん移動だったりランニングだったりで是非ペナルティーのランニングシューズ履いてみてはいかがでしょうか 今日はペナルティのランニングシューズのご紹介でした以上ですバイバーイコロナ